こんばんは、ミスター・タケシ・キタノ。こんばんは。Buonasera. Tonight, the Udine Far East Film Festival is presenting the great director, Kitano Takeshi, with the Golden Mulberry Award for Lifetime Achievement. 今夜、ウディネファーイースト映画祭は偉大なる北野武監督にゴールデン・マルベリー生涯功労賞を授与します。イタリアの映画ファンの多くは北野監督の映画とともに育ってきました。一番大きな北野ファンクラブはイタリアにあります。北野教という宗教はこの国に確かにあります。しかしその宗教は今や世界中に広まっています。そのうちね、花火からザトウイチ、アウトレジ三部作まで北野監督の代表作をご覧になった方々は世界のどこでもすっかり北野信者になっています。しかし昔は違っていました。40年前、私が初めて北野さんを日本のテレビで拝見したとき、北野さんは弁舌巧みな起点が効いた人を笑わせる方でした。その後大島渚監督の戦場のメリークリスマスを見て、北野さんはシリアスな役もできるのだと、北野さんはただのお笑い芸人ビートたけしだけではないのだと、そう感じました。そして1989年のその男凶暴につきと、それに続く北野さんが監督をお務めになった作品を拝見した私は、俳優としての北野さんがクールだが激しく、ストイックだが爆発的な銀幕上の魅力的な存在であると同時に、カメラの後ろで活躍される北野監督が稀有な才能を発揮されることを感じております。初期の作品から北野監督は独自のカット、カメラの動き、そして有名な北野ブルーという色を生かし、北野監督ならではの作品であることを示す独特のスタイルを生み出しました。多くの人がそのスタイルを真似しましたが、決して匹敵するものは現れませんでした。さらに北野監督の作品は個人的であると同時に普遍的な物語を語り、世界中の観客を楽しませ、ショックさせ、魅了しました。ヤクザ映画のような古いジャンルであっても常に新しく既成概念に挑戦し、映画の可能性を常に広げてくれる物語ばかりでした。We hope that he has many more stories to tell and for us to celebrate. To quote a title from one of his films, Glory to the Filmmaker, Glory to the Master, Kitano Takeshi. We are Kitano 監督がこれからも多くの作品を作ってくださることを心から願っています。北野監督の映画で監督万歳というのがありますが、まさにその通りです。北野監督万歳、万歳、万歳、万歳。第24回ファーイースト映画祭のゴールデン・マルベリー生涯功労賞を北野監督に贈呈いたしますことを大変光栄に思います。どうも、素晴らしい賞ありがとう。イタリアのファンの皆さんには、ウリデンに映画祭に行くことを約束してたんですけども、コロナとウクライナの問題で、あと体調の問題もあるし、どうしようかなと思ったんだけども、映画祭だしファンの皆さんもいっぱい待っているんで、どうにかして行こうということで、タキシードも買ったし、スーツも用意して成田に向かってあるんですが、スケジュール的に、ドバイの飛行場まで12時間乗って、そこで4時間トランジットして6時間のベネチアまで、飛行機に乗って
それから車で1時間半というスケジュール、だいたい24時間以上かかるということで、体調も整えていった。コロナのワクチンも打ったし、PCR 検査も全部やったんですけども、出発場所の成田に着いたら待合室がないと言われて、飛行機乗るまで車で待ってと数時間待たなきゃいけないことで、このような状態だとドバイ行った時の4時間のトランジットというのは、あそこは飛行場がだいぶでかいのでどうなるか分からなくて、急に体調が悪くなって、やっぱり無理だなということで家に引き返してきました。ただ友達はロシアの侵攻なんかに、表現の自由とか芸術が潰されていいのかというようなことを言われ、本当に自分でそれは もちろんその通りで、映画祭に行くのをそんなことで邪魔されたくはないと思ってたんですけども、自分 の体調管理が悪いのか、どうも疲れが、年もあるし疲れが出てしまって、ちょうど映画の制作の編集の時期でもあるし、ちょっと今度はウリネには新作の映画を持って、ちゃんとお詫びとお礼に行きたいと思ってますんで、ファンの皆さんもどうもすいません、 ありがとうございました。どうもありがとうございます。お客さんありがとう。みんな来てくれて。それでは来年お待ちしています。ウディネで。必ず行きますんで。センサーさん、ありがとう。グラッツ。アンケプ。ウディネとファーイースト映画祭はいつでも北野監督のもう一つのホームだと思っていただければと存じます。ありがとう。Grazie. Te lo dico. Verrò di sicuro, non mancherò. Ringraziamo quindi il maestro e ora vediamo un capolavoro assoluto che è Sonatina. では続いては。ありがとう。そのチネの上映です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。